おじゃ、アンゴロです。出来事ランキングに入ります。第5位、ダーン。仮想通貨の 95% が詐欺という主張は正しい。エミン・ギュラ・シラー氏は、大部分の仮想通貨は技術の進歩を示すものではなく、人々がお金をつかむためだけに存在していると語っている。シラー氏は、プルーフ・オブ・ワークのデジタル通貨を世界で初めて作った人です。プルーフ・オブ・ワークは、マイナーが計算競争して一番最初に計算できたマイナーが報酬をもらえる仕組みのことです。現在はシラ氏はアバという分散型アプリのプラットフォームを開発しています。プラットフォームの特徴は承認時間がなんと 1.35 秒。早い。プラットフォームの承認アルゴリズムはプルーフオブステークです。シラ氏は仮想通貨の 95% が詐欺と主張しています。現在コイン月光に登録されているコインの数は約7000なので、仮にそのうちの 95% が詐欺だとしたら、本物のコインは350個。確かに仮想通貨には詐欺が多くて、夢物語のホワイトペーパーで投資家からお金を騙し取った後、開発をしているふりをしながらフェードアウトしていくプロジェクトが多いです。ひどいプロジェクトは何もせずに消えたり、さらに投資家からお金を絞り取ろうとするプロジェクトもあります。バックエンド。例えば、日本では、ナンジェコイン、キズナコイン、ナムコイン、トーラスコインなど話題の仮想通貨プロジェクトがたくさんありましたが、活動している気配がなくなりました。今後、もしビットコインの価格が上がって暗号資産が注目され始めると、新しい暗号資産のプロジェクトはたくさん登場する可能性があります。その中には必ず詐欺プロジェクトがあるので、くれぐれもうまい話だけを信じて投資せずに、プロジェクトが嘘をついていないかをよく調べてから投資しましょう。次は第4位だ。2100万 BTC。仮想通貨ビットコイン発行上限の真実。ビットコインの発行上限は通常2100万枚として世間では多く広まっているが、今回投稿されたブログ内ではその情報には誤りがあるとの指摘を行っている。ビットコインを割る際に丸め誤差が発生することから、実際のビットコインの発行上限数は 299,999.9796 枚となるとのことだ。丸め誤差について説明します。ビットコインではブロックチェーンにブロックが追加される約10分間隔でビットコインが新しく発行されてマイナーに報酬として支払われています。最初は1ブロック50枚の報酬ですが、21万ブロックごとに報酬が半分になるようにプログラムされています。こう減ります。だ。50、25、12.5、6.25、3.125。最後は1サトシ。2140年頃にマイニング報酬がゼロになります。表を見るとわかるように、数字を半分にしていくと小数点以下の数字の桁数が増えていきますが、ビットコインは小数点以下8桁までと決まっているので、丸めて8桁にしています。これが丸め誤差が発生する原因です。では、丸め誤差を考慮して、マイニング報酬 ×21万ブロックの累計を計算します。結果だ。299,999.9769BTC。待てよ。記事は、299,999.9796BTC。集計結果は、299,999.9796BTC 96 69 96 69 69を180度回転しても69。うわー、どちらの計算が間違っているかわかりませんが、一体これはどういうことか。ちなみにブロックチェーンのブロック高は1ではなく0から始まっているので、マイニング報酬 ×21 万ブロックを合計するのは合っていると思います。次に第3位だ。新興国止まらぬ資金流出。流出ベースはリーマンショックの約4倍に達した。新型コロナウイルスの感染拡大で急速に進む財政悪化への不安が強まっているためだ。急速な通貨安での新興国のドル建て債務の負担はさらに増す。
財政がしっかりしている先進国は景気後退時に金融緩和で通貨の量を増やしても急激なインフレが起きる可能性は低いですが、財政が不安定な新興国が金融緩和すると信用がさらに低下して、自国通貨の暴落や国債の金利上昇が起きます。そして外貨建ての国債の返金が難しくなるとデフォルトのリスクが高まります。そのため世界不況になると新興国の通貨をドルに変える資金流出が起きます。アルゼンチンペソのチャートだ。チャートというより坂だね。コロナショックが起きた2月24日の初めから4月30日までに 7.7% ダウン。ちなみに7年前からは約 93% ダウンです。トルコリラだ。2月24日の初めから5月4日までに 13% ダウン。7年前からは約 75% ダウンです。ブラジルのレアルだ。2月24日の始め値から4月24日までに 23.2% ダウン。9年前からは約 73% ダウンです。メキシコペソだ。2月24日の始め値から4月6日までに 26.5% ダウン。12年前からは約 61% ダウンです。南アフリカランドだ。2月24日の始め値から4月6日までに 6.7% ダウン。14年前からは約 69% なんです。このように新興国の通貨が下落して戻ってきません。最近は新興国でビットコインの需要が高まっていて、ビットコインの出来高が過去最高を更新しまくっている新興国は多いです。次に第2位だ。過去最高値、ビットコインアドレス数が3000万超え。ビットコインが保有されているアドレスの数が激増していることから、ビットコイン市場参入者が急速に増加しつつある。グラスノードによれば、ビットコインアドレスの数は以下のように変動し、ついに過去最高値に到達したという。チャートだ。うおーおー黒い線がビットコインの価格で、オレンジ色の線が保有数がゼロではないビットコインアドレス数のチャートです。つまり、ほんの少しでもビットコインを保有しているアドレスの数をチャートで表したものです。ビットコインが登場した2009年1月は16アドレス。年々増加が加速していき、仮想通貨バブルの2018年1月に2819万アドレスまで増えました。そしてバブルの崩壊で2018年3月までに2131万アドレスに減りました。減少数は688万。つまり全体の4分の1のアドレスがバブル崩壊で残金ゼロになったということです。その後2019年中旬の上昇トレンドで数が増えていき、2019年12月に仮想通貨バブルのアドレス数を超え、2020年4月2日は2963万。このサイトの無料会員は1ヶ月前の数値までしか見れませんが、4月29日に3000万を超えて、現在も増加の勢いは続いているそうです。アドレス数が今後も増えるのかは、世界の人口は77億人いて、1人1アドレスとは限らないので、アドレス数はまだ序の口の可能性があります。アクティブアドレス数も確認しておきます。ドン。これは1日あたりのアクティブアドレス数のチャートです。アクティブアドレスは送金や着金に使われたアドレスのことです。仮想通貨バブルの2017年12月に113万件をつけました。2019年6月の上昇トレンドでは91万件。そして最近の2020年5月2日は約89万件。アクティブアドレス数は毎日変動が大きいですが、大きな上下を繰り返しながら底上げしていっています。そして、第1位は、仮想通貨ビットコインにとってもセルインメイン？気になる S&P500 との相関に変化の兆し。4月初めにビットコインと S&P500 の相関関係が過去最大になったことがマーケットで注目された。しかし直近では両者の相関関係が低下し始めている。わずかだがデカップリンという勇気づけられる傾向が見られる。 S&P500 はニューヨーク証券取引所とナスダックに上場している500銘柄の時価総額を指数化したものです。相関関係とはですね、一方が変われば他方も変わるという関係で、マイナス1からプラス1の間で強さを表します。相関の強さだ。例えば気象庁によると気温とアイスの売上の相関係数は 0.85 なので、強い性の相関です。気温が上がるとアイスが売れる。
一方、気温と使い捨て回路の売上の相関係数はマイナス 0.8 で、強い負の相関です。気温が上がると回路が売れない。2020年2月から3月はビットコインと株は同じような動きをしていたので正の相関があることがわかりますが、4月からは相関関係が低下し始めているそうです。チャートだ。オレンジ色がビットコインの価格で、青色が SP500 です。4月1日の価格を 0% としてそれぞれ何%変化したかを表しています。4月21日は上昇率が 5.8% で同じでしたが、それ以降ビットコインが大きく上げ始めて、5月2日はビットコインは 35.1%、SP500 は 8.3% で大きく差が開いています。過去の相関係数を確認します。ドン。これは2017年1月から2020年4月までの月ごとの相関係数です。青色が正の相関、赤色が負の相関を表しています。正の相関の月の方が圧倒的に多いです。つまりビットコインと株は同じ動きをしやすいということです。その中でもプラス 0.8 を超える強い正の相関は5回ありました。一方、マイナス 0.8 より下の強い負の相関は3回。チャートで見てみましょう。ドン。青色はプラス 0.8 以上、赤色はマイナス 0.8 以下の月です。丸1は2017年の仮想通貨バブルの時で株と一緒に大きく上昇しました。そして丸2の2018年1月にバブルが弾けて仮想通貨が暴落した時にダウは上げ続けて強い負の相関になりました。その後2019年中旬にビットコインが上昇トレンドに入り、丸4の5月は株が下落している時にビットコインは上昇しました。2019年後半はビットコインは下降トレンドに入って、丸5の11月に株が過去最高値を更新している中、ビットコインは下がりました。コロナショックの2020年2月と3月は強い正の相関で、ビットコインと株は一緒に暴落と反発をしました。そして注目の4月の相関係数は 0.6。 相関関係に変化の兆しがあるのかはまだはっきりしませんが、3月よりは下がりました。以上が強い相関のまとめです。ビットコインにとって理想的なのは ④ です。強い負の相関で株が下げた時にビットコインが上がることが多くなると、ビットコインを対資産として使う人が増え始めていることがわかります。もし今後負の相関の月が多くなって株下げビットコイン上げが目立つようになったら爆上げ注意報。以上、出来事ランキングでした。暗号6万長者研究サイトではビットコインが与える利益還元イベントを開催しています。反撃ソット。反撃ソットは数字を 6.25 にぴったり一番最初に止めた人に1万円分のビットコインをプレゼントするイベントです。スタートボタンを押すと数字が減っていきます。6.25 に近づいてきたらもう一度ボタンを押します。半減期までに命中する人がいなかったらニアピンの人が優勝になります。誰でも遊べるので説明欄からぜひ遊びに来てください。富山太郎さん、ご資産を見極めるためにチャンネル登録をぜひお願いします。この動画が面白かったらグッドボタンをなんとかお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。